Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Online France Go Gakko Ensemble Français 講師のジョゼフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。もうおやつの時間なのに、今日は朝から何も食べていません。ああ、お腹すいた。お腹に穴が開きそうです。さて、ちょっと面白いお腹が空いたという表現を勉強しておきましょう。J'ai un creux. 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 直訳すると、私はくぼみを持っています。ですが、お腹がすくと、お腹がくぼんでしまいそうですよね。クはくぼみや空洞という意味がありますよ。これ以上お腹がくぼまないように何か食べていきますね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À très bientôt! Au revoir!